ドジャース・スタジアムで11日、日本時間12日に行われたドジャースとパドレスとの地区シリーズ第5戦では、俳優のブラッド・ピット氏ら有名人も多数観戦。米放送局、ォックス・スポーツでは、ビッグらが順次紹介されたが、紹介されなかった大物が注目を集めている。米放送局、ォックス・スポーツ。 は中継映画「マネーボールで」などで主演を務めたピット氏ロサンゼルス・レイカーズのスーパースターレブロン・ジェームズ他にも米テレビ番組「エンターテインメント・トゥナイト」の司会者などを務め女優やプロデューサーとして活躍するメアリー・ハート氏米人気俳優で映画監督のロブロー氏 ゴールデングローブ主演男優賞を受賞した俳優のジェイソン・ベートマン氏人気司会者のジミー・キンメル氏の姿も映されていたその中で紹介されなかったと話題となっているのがバンドレッドホットチリペッパーズのベーシストフリー氏だ第1戦もフィット氏の近くで観戦しており第5戦はフィット氏の隣に座っていたが今回の中継では紹介されなかった